中国大遠征3月になりました。9日目かな10日目かな、これは世界遺産の、三江平流って言いますね。3つの大河がこのシャングリラからレイコーの間150キロぐらいの間を並行して流れるということで、本来夏に来るとこの水が恐ろしいぐらいにあるそうなんですけども、まあ、見てください。これやっぱり雄大ですよ。この景色は日本じゃなかなか見れませんね。これですね、この山、これが玉竜雪山といって、6000何百メーターかのもう高山ですね。素晴らしいです。こう見てください、この山からですね、山からガーンとここまで、だいたい3000メーターぐらい落差があるそうですよ。これはもう日本じゃ見れない、まあ、よくぞ、雲南省シャングリラ中国まで来たかということですね。いや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 、これは素晴らしいです。で、私はこれから要はですね、この遊歩道をずっと降りていって、川沿いを、歩いて、駐車場の方まで、まあ、1時間半ぐらいを、まあ、ちょっと見てください、この流れを。この寒気ですらこんだけ水が流れてるんですからね。これ夏の水かさがあるときはちょっと怖いくらいですよね。